稲穂が実る初秋。この時期には八朔の節句にちなんだ行事が全国的に行われます。八朔とは旧暦の8月1日にあたり、その昔農家ではこの八朔の時期に豊作を祈願するとともに、初穂を恩人に送って秋の実りを祝っていたそうです。その後この風習が武家社会へ伝わりました。黒田藩の軍港として栄えた福岡県芦屋町では、約300年前から藁で作られた馬に武士の人形を背中に乗せた八朔の馬を作って子どもたちに送る伝統行事が今も受け継がれています。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。今回八朔の馬について教えていただく井上和代さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。わあ、たくさん馬が並んでいますね。私実物を見るのも初めてなんですけれども、はい、これはもちろん全部手作りですよね。そうです。これは八朔の節句行事って言いまして、男の子が生まれたら初節句の時にこういう馬をたくさん作って飾ってお祝いをします。はい、今は9月1日にこういうお節句します。それで2日の日の朝に近所の子どもたちが馬ちょうだいってもらいに来るんです。もらいに来るんですね。はいはい、そしたらお節句のうちがありがとう言って渡すんです。なるほど。はい、近所の子どもたちに、生まれた子供を仲間に入れてくださいよっていうようなことですよね。お披露目になるんですね。はい、まあ、素敵な行事ですね。誰でも簡単に作れるということで、早速私も八朔の馬作りにチャレンジしたいと思います。はい、教えてください。はい、お願いします。はい、一番上から三つ編みをこう詰めて三つ編みをしていきます。でもその感触が初めてです、はい、ね、なんか気持ちがいいですね。お子さんたちにも教えてらっしゃるっていうふうに伺ったんですが、はい、はい、もう小学校で男の子さんに三つ編みをまず教えるところから始まりますね。そうなんです。男の子、はい、結構ちゃんと作りますしね。うん、じゃあ作ってる間っていうのは結構みんな子どもたちも真剣な感じで。そうそうなんです。でもそうやって子供たちと交流があるのもいいですね。はい、そうですね。はい、出来上がりました。わー、出来ました。完成です。はい、井上さんありがとうございます。やっぱりこの手作りで藁をキュッキュッキュッとこう、ね、心を込めて編み込んでいくっていうので、またすごく心が込められたこう愛情たっぷりの。そうですね。そうですよね。はい、八朔の馬、その伝統民芸を残していこうということで、保存会としての活動もされているんですよね。はい、そうですね。お節句のうちが、こう馬作る時にね、少し手伝ってっていうようなお話があったりすると、保存会で応援するんです。たくさん作りたいっていうお家はやっぱ大変ですもんね。はいはい、私たちの時代に八朔の節句行事が耐えたよっていうのは300年も続いてきた行事ですから、こう残念ですからね、次の世代に伝えたいっていう思いでみんな頑張っています。他にも1年に1度、その9月には大きなお祭りというんですか、町おこしをされているということですね。1箇所2箇所3箇所ぐらいで、たくさんの馬を飾って、女の子の方にも、ダゴビナっていうのが同じ日に行われますので、ダゴビナ、はい、米の粉を蒸して色をつけて、それで一般の方もいらっしゃったら、馬がもらえる、ダゴビナももらえるっていうような感じでイベントやってます。はい、お子さんが生まれる以外でも、はい、例えば結婚だったり、こう新築だったり、そういうのでプレゼントされても買われるんじゃないですかね。はい、そうですね。はい、皆さんも大切な人への贈り物に、この手作りの八朔の馬、いかがでしょうか。